綺麗だな。死んで倒るか。何寝ぼけてんのよ。ユノ、ノエルにミモザ。このまま目を覚まさなかったらどうしようかと。俺丸一日眠ってたのか。我々も共に戦いたかったが、駆けつけた時には白夜の魔眼は逃げ去って教会に運び込まれたアスタさんを看病していたのですわ。それよりお前たちのおかげで誘拐された子供は皆無事だそうだ。おそらく白夜の魔眼については何も知らないだ。白夜の魔眼を逃がすことなんてなかったけど。俺はまだまだもっともっと強くなる。そしていつかは俺が魔法帝に。では我々は引き上げるとしよう。おお、見舞いに来てやったぜ、くたばり損ないのババア。出直してきな、グレシス君やから。お兄ちゃん、喧嘩しちゃダメ。マリーの面倒を見てくれたことだけは。それとあんたが生きててよかったよ。マリー、喧嘩しなかったお兄ちゃんを褒めておくれ。あ、明日だ。怪我は大丈夫なのか。あんたの今回の活躍を故郷のシスターリリーに教えたら。明日、そろそろ私たちも帰らないと。うめえ、めちゃくちゃ美味しいじゃないの。まだ食べるぞ。アスター、ローブありがとう。ローブは汚れてなくてもあんたはボロボロじゃな。一緒に戦える子。アスター、ルカとマルコを助けてくれてありがとう。アスター、おめえの全開祝いを兼ねたクラの防御庫。お腹ペコペコなのら。ドワイトやってみたかったな。全員強制参加だ、よろしく。それじゃあつべこべ言わずに。あれ、食べてないのにもうお腹いっぱいだ。空間魔法使ってラックの胃袋に捨ててんじゃねえ。再加熱。俺はまだまだおかわりだ。こんなわけわからんものよ、マリー。アスタとジャミル一騎打ちだ。よっしゃ、魔法を使わなくても勝てるってとこ。魔法を使わないでチャーミーの勝利。その紋章。うるせえ、休んでろ。魔法帝がおめえに用があるらしい。一体何の用すか。知るか。明日会議を行う旨、全ての騎士団の団長に通達しました。信じたくはないが、我々の中に白夜の魔眼とつながる裏切り者がいることは確か。全てはアスタ君。お待ちしておりました。君とちゃんと話すのはこれが初めてだね。僕はマルクス、魔法帝のおそばにお仕えする。アスタ君は僕と一緒に来てくれるかな。魔法帝からの星の授与、10個は固いだろ。王都でも知る者はほとんどいない秘密の力をだよ。王都襲撃事件で捕らえた白夜の魔眼のメンバーがいる。君のアンチ魔法の剣ならそのプロテクト魔法を破れるのではと。うっす。やあ、アスタ君、今回もご苦労様。ところで白夜の魔眼の幹部たちと戦ったそうだね。獣魔法だって。そんな魔法聞いたことないよ。サラマンダー。どれもこれも見たかったな。じゃあアスタ君、やってみてくれないか。あのガキが何だっていうのよ。私たちの記憶にかけられたプロテクト魔法を解くつもりだ。メモワールアブソリュー。これでもう隠し事はできない。静かにしてください。皆様、大変お待たせしました。おう小僧、テキパキ働いてるか。何の御用ですか、魔法帝。白夜の魔眼に協力した裏切り者が君たちの中にいることが分かったよ。